山崎橋は、かつて、山城国山崎橋本間で、淀川に架か,かっていた橋である。日本三古橋の筆頭として、山崎太郎と呼ばれる。他の二つは、瀬田の唐橋、宇治橋。行期が人気2年にかけたと伝えられる。たびたび洪水が発生して、橋は流された。841年には、洪水のために、落橋、修復されたが、 日本文徳天皇実録には848年に、火曜橋が洪水のために断絶して六件を残すのみとなったとの記録が残る。850年に、再び佳橋、857年には、橋盛が置かれた記録があり、交通の要衝であったことが伺えるが、11世紀には、一旦廃絶。豊臣政権下で一時復活された。その後失われてからは、 現在に至るまで再建されていない。橋が失われた後は1962年まで都線が運行されていた。八幡市川に橋本の地名が残る。約2キロメートル上流に京都府道、大阪府道13号京都森口線の三雪橋がある。大山崎川の付近の小川に新山崎橋がかかっており、これはバス停の名前にもなっている。 刑事バイパスのルート選定にあたっては、山崎橋の復活は、町の悲願として、誘致活動が行われた。ありがとうございます。